何これ。昨日夕方、札幌市豊平区にある豊平公園。どこからともなく集まる大量のカラス。公園をねぐらにしているのだ。一つの木に2、30羽、そんな木が何本も連なっています。1時間近くこの場所にいますが、次から次とやってきて途切れることがありません。もうとにかくガガガガうるさいのと、車の屋根、白い車なんで糞がいっぱい落ちるんですよね。まあ結構迷惑してる。豊平公園は広さおよそ 7.4 ヘクタール。さまざまな樹木と季節ごとに花が楽しめる市民の憩いの場だ。今日から始まった木の剪定作業。その合間に黄色いリボンが取り付けられている。その名もさらばカラスくん。海の生物ヒトデから抽出した特殊な塗料が使われ、カラスが寄りつかなくなると期待されている。あ、今カラスが人の頭の方にめがけて降りてきました。あ、今自転車に乗っている男性の頭めがけてカラスが2羽降りてきました。去年6月の札幌中心部、ヒナを守ろうと親鳥が歩行者を威嚇した。札幌では毎年カラスに対する苦情が数多く寄せられる。特に繁殖期の4月から7月にかけては注意が必要だ。こうしたカラスのトラブルに頭を抱える施設は少なくない。中央区の三好神社は、人手の成分を混ぜた塗料を屋根に塗り、カラスよけのリボンを吊るして効果があったという。残飯ですとか、その鳥の死骸がまずなくなりまして、非常に綺麗な状態を保てるようになりましたね。カラスのその被害はなくなりましたね、はい。豊平公園の剪定作業は今日からおよそ2ヶ月間行われ、作業と並行してカラスがねぐらに利用する木などにカラスよけのリボンが取り付けられる。カラスよけのテープを試験的に今回付けさせていただいて、今後どのようにカラスの頭数が減っていくのか様子を見るということです。園内の方が安心して歩けるような公園になればいいなと思っています。果たしてリボンの効果があるのかどうか。豊平公園では今後のカラスの数の推移を見守りたいとしている。HTV がテレビで放映した豊平公園の2021年8月の時点での現状です。当時はかなりのカラスが飛び交っていた公園なんですけれども、今は数羽のカラスの声が聞こえる程度で、ほとんど姿を見ることができません。